それではロードスター見ていきたいと思います。外装から見ていきます。フロントバンパーの、右前です。まあ、かなり綺麗な状態ですね。リップスポイラーのこの下の方ですね、ちょっとへこみがあって少しこう傷がついているような感じですね。まあ、大きくなんか下を擦ってるような感じではないですかね。ここもちょっと傷がついてる感じです。で、エンブレム周辺は綺麗な、状態になりまして、左前、もうちょっと線傷がありますね。こんな感じの状態になっております。こんな感じですね。で、ヘッドライトは左右とも、クリアで綺麗な状態になりまして、ボンネットのへこみは特に見当たらず、気になるような傷なども特に見当たらない感じですね。こんな感じになっております。続いて左側面見ていきます。まずフロントフェンダーですけども、飛び石傷、ちっちゃいのが少し前の方についている感じです。これも飛び石傷ですかね。はい、こんな感じのフロントフェンダーですね。で、ホイールが、ウェズスポーツの、ホイールですね。ガリ傷は、ここに、ガリ傷がついてまして、そこ以外は特に、なさそうですね。で、タイヤの溝はまだたっぷりと残っているので、このまま使えそうです。ドアミラーはちっちゃい飛び石傷が一箇所。助手席のドア、この辺飛び石傷ですね。あとは、ここに薄い線傷が少し。こんな感じですね。で、サイドステップ周りは、特に気になるような傷は見当たらないですかね。まあ、ちょっと下覗くとね、多少擦ってるところはあるかなっていう感じですかね。はい。続いて、左リアのフェンダーです。もうちょっと薄い線傷。で、左リアのホイール。ガリ傷は特に見当たらなそうです。タイヤの溝もまだ残ってますね。続いて、左側面のへこみ。特に見当たらなそうです。続いて、リアバンパー。リアバンパーも、綺麗ですね。うん、特に気になる傷はないかな。そうですね。で、トランク。混んでるところは、特になさそうですね。で、この上面のツヤもあって、傷も特に見当たらないかなという感じです。続いて右側面見ていきます。右リアのフェンダー周り、綺麗な状態です。そして右リアのホイール。右リアのホイールもね、綺麗ですね。で、運転席のドアですけれども、こちらも綺麗な状態かな。うっすら線傷がちょっとありますね。で、サイドステップ周り、特に気になるような傷は見当たらないかなと。で、ドアミラーも綺麗ですかね。まあ、うっすら、あ、まあ汚れか。うん、綺麗ですね。で、右フロントのフェンダーですけれども、こちらは特に気になるような傷は見当たらなそうですね。で、右フロントのホイールです。右フロントホイールは、割り傷なさそうですね。綺麗な感じです。で、右側面のへこみ。特に見当たらなそうですね。はい、続いて、ホロです。右側綺麗ですね。左側の方も特に綺麗、破れなどは見当たらないかなといった感じです。はい。では続いて内装を見ていきます。
まず運転席のドアトリム周りからですね。綺麗な状態です。で、スカーフプレートの方も綺麗な感じになりまして、フロアマットもね、綺麗ですね。で、純正のレカロシート。まあ、どうしてもここはやっぱりね、多少ちょっと擦れて色が薄くなってるかなという感じですけども、座面なんかは綺麗な状態で、助手席側もこんな感じで綺麗な状態ですね。で、ステアリングは、擦れてるところは特になさそうですね。で、ダッシュボード上も綺麗な状態になっております。レーダー探知機はね、ここについてますね。で、シフト周りも綺麗な状態でして、この辺りも綺麗ですね。はい。で、ちょっとエンジンかけてみます。エンジンかかりもね、いいですね。手上がりもね、いい感じです。で、バックカメラ、こんな感じで装着されております。では続いて、トランク、見ていきます。トランクですけども、まあ、トリム類も欠品なく、汚れ、傷などもなくて、綺麗ですね。そして、助手席側です。ドアトリム。綺麗な状態になってますね。で、スカーフプレート周りも綺麗な感じでして、フロアマットも綺麗ですね。まあ、助手席側なんかはシートかなり綺麗ですね。こんな感じです。はい。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。まずベルト周りですね。こんな感じで、まあ、変な音もなく、エンジンの方も変な音は特にしてないですね。で、エンジンルーム内も結構ね、綺麗な状態になってます。こんな感じですね。では続いて試乗してみたいと思います。はい。それではロードスター試乗してみたいと思います。RS グレードですね。走行距離が25,200キロぐらいという感じです。クラッチはもう全然大丈夫ですね、この距離なので。H ケースのマフラーが入ってるんですけど、適度な音量でいいですね、こう走らしてる感が出ますね。全然そのね、うるさいという感じではないです。で、ホイールがウェッジスポーツの、ホイールが装着されてる感じで、まあ、見た目的にもね、ちょっとこう、スポーティーな感じに仕上がってる感じですかね。ちょっとアクセル踏んでみます。加速もいいですね。で、室内に入ってくるような変な音とか変な振動も特にない感じです。まあ、どうしてもホイールのサイズが大きくなっているので、まあ、多少ちょっと路面からのこうゴツゴツの入力は大きいかなというような感じですけども、まあ、なんかその分ね、こう走らせてる感はありますね。ブレーキのタッチも問題ない感じ。まあ、今ちょっと雨降ってきたんですけども、このね、ワイパーのゴム、もうこれ完全に劣化しちゃってますね。まあ、これは納車前の点検整備で交換しますので、全然履けないです。まあ、気になるところはそこぐらいですかね。他は特に気持ちいいロードスターらしい走りをしてくれるなといった感じの印象ですね。はい。以上、ロードスターのシーガーインプレッションでした。HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他、車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そして、ご納車後半年の点検を無料で実施し、
以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。